社交機道具は宇宙人ではニャーニャーニャーかった。古墳時代の終わり頃の北九州の古墳からは美しく色付けされた壁画がたくさん見つかってますね。そして丸い文様だとか三角形が連続した文様だとか、博士のよく言うわらび手門なんかも描かれてますね。 たまもだんだん古代の世界に興味が湧いてきたようじゃな。で、三角形やわらび手紋は縄文の道具にもよく出てきます。縄文人にとって三角形は死者の霊を表すものでしたよね。だから古墳時代になっても人々はお墓に三角形を描いていたというのはわかる気がするのですが。 わらび手門があるというのは一体どういうことなのですかね考古学の本ではわらび手門は植物を描いたものだって書かれてましたけどいやいやわらび手門の意味については民族学者の吉野弘子が解き明かしたようにオスヘビの二本の性器を意味するものじゃよ植物なんていうのはまあ、と外れもいいところだ わらびモンは世界中に広く見られヘビトーテムと深く関わるものだとわしは睨んでおるのじゃでも土偶は全て女性ですよねその女性のおなかにどうしてオスヘビの性器を表すわらびモンが付けられているのですか吉野弘子は日本原始の祭りは神ヘビと 女性ヘビフとの成功により子を産むことと定義したのだな。それで土偶というものは子が生まれることを願った再起であるから。吉野の定義に基づけば土偶の女はヘビフであるし、そこには当然神ヘビが登場せねばならぬ。その神ヘビを表したものが 土偶のわらびてもんなのだよ。要するに、わらびてもんは、女へ先祖の霊を授けるうぶすなの神、というわけだな。なるほど、なるほど。土偶のわらびてもんのことは、これでよくわかったのですが、古墳は死者の霊を安置する場所ですよね。 なのに、どうして新しい命の誕生に関わる産なの神を表したてもんがあるのですかね実は、ここが肝心なのじゃ。土偶に見られるように、蕨天門、すなわち神蛇は、先祖の霊を子を産む女へ授ける産砂の神の役目を果たすわけだ。しかし、その、 神蛇の役目はそれだけではない死者の霊をこの世からあの世へ運ぶつまり死神のような役目も背負っているのじゃなるほど人が死ぬことと生まれることは別々のことではなくてつながっているということですねああ、うまくいった の人の魂というのは永遠なのじゃ。死んで滅びるというものではなく生と死を繰り返すその魂のこの世からあの世へあの世からこの世への運び手が蕨手門イコール上蛇ということになる。しかも、 その役目を果たせるのは神蛇以外にありえないのじゃ。古代人はそういう人の魂をオスとメス、二匹の蛇と信じていたのじゃ。二匹の蛇は生きた体にある時は絡みを解かれ、死後は互いに絡み合う。その二匹を絡めたり解いたりするには、 わらび文用で表された「紙蛇」の2本の聖器が必要だったというわけだ古墳の壁画に描かれたわらび天文は死者の魂をあの世へ運ぶ死神という紙蛇の一面だけを表したものなわけですね。でももにはこれと正反対の一面もあると、のある 初めて聞く話です。そうじゃろ、そうじゃろ。わしも初めて話す話だからな。<laughs>